皆さんこんにちは、ワダルクルビジです。では今回は新規連盟ベリーハードチャレンジレベル将軍編続きをプレイしていきたいと思います。ゼータガンダムのアミューダブル、ゼータガンダムのジュド、それにマフティーことハサウェイ、バナージを歴史介入させて、まさに、ガンダム歴代エースパイロットオールスターというようなコンセプトでプレイの方を進めています。前回はですね、まずは北京、ハワイ、順調に攻略を進めてきているところをご覧いただいています。今回その続きになります。まずですね、今各拠点に防衛線を敷いて、物量で防いでいるところなんですけども、これもそろそろ限界が来つつあるので、まずですね、ゼータガンダムのカミュー、これをオーストラリアトリントン基地に派遣して、ここで敵、攻略部隊を壊滅させておきたいかなと。いうふうに思っています。敵の攻略部隊壊滅させることができればですね、その後、トリントン基地に部隊を置いておく必要がなくなるので、防衛線がね、だいぶ楽になるかなというふうに考えています。ホワイトベースは大気圏に突入する際に赤い彗星シャアの攻撃を受け、進路の変更を余儀なくされ、北米に降下したようです。アニメ版のね、ホワイトベースが地球に突入するときにシャアの攻撃を受けて、ガルマザビ大佐率いる北米にね降下してしまう、そういうシーンですね。自力でこの危機を切り抜けることができるかもしれません。私を行かせてください。さあ、マチルダさん死んでしまいますけども、行かせます。ありがとうございます。ホワイトベース隊にはね、ホワイトベースの効果ポイントに給付します。3年生、こういった強力な敵キャラクターを撃破してもらいたいので、原作に近い、史実に近い動きをしてもらいたいと思っています。ここはマフティのプロトガンダム、それにバナージの陸戦ガンダムですね。今、いわゆる普通のガンダムですね、これの開発も進めてますので、開発完了次第ですね、今バナージ陸戦ガンダムに乗ってもらってますけども、これガンダムに乗り越えてもらって、最新兵器をね操ってもらおうというところですね。まずはこのマドラス基地防衛戦で力を発揮してもらって経験値を貯めていっています。ジュドーのダブルゼータはこの後北米大陸に突入、そして先ほどお話した通りカミューのゼータガンダムはオーストラリアトリントン基地の防衛作戦に参加してもらおうというふうに思っています。敵の戦力低下によってキャリフォルニアの攻略が可能です。キャリフォルニア攻略作戦を提案します。さあ、いよいよ北米戦に移行していきますね。これより我が軍はキャリフォルニア攻略作戦を開始する。目標は北アメリカ西海岸部キャリフォルニアだ。諸君らの健闘に期待する。では早速、世話しないですが、ジュドーのダブルゼータ、これ G フォートレスになって一気にキャリフォルニアに突入してもらいます。その他、支援部隊として捕獲したザク系、あるいはゴク、この辺りもねミディアや潜水艦に乗せて出撃させていきたいと思います。潜水艦に乗せた方が移動力は高いので、潜水艦にね乗せていきたいと思います。で、しばらくの間、このハワイは安心安全な穏やかな、地点になると思いますので、この後のオデッサ作戦に備えてですね、ミディアなんかは一度マドラキシに送っておきたいと思います。で、それとカミーはトリントン基地敵部隊撃破に向かってもらいます。いわゆるジム、これの開発完了しています。先制に投入していきましょう。さらにガンダム完了しましたね。このガンダムはマドラス基地に送ってバナージに乗ってもらいたいと思います。ルナ2周辺がものすごいことになってますね。ルア人タイプもいるし、当然モビルスーツも展開してきてますけど、この物量をしのぐにはルナ2の生産力だけではちょっと持ちこたえられないと思うので、地上で戦力作ってですね、宇宙に輸送するっていうことも開始した方が良さそうですね。
では、ここは、攻略戦としての、キャリフォルニア攻略戦ですね。柔道を中心にやっぱり展開していくしかないところにはなってきますので、まあ、しっかり、ダブルゼータの補給戦というものを確保しながらですね、進軍をしていきたいと思います。では、柔道ですが、しっかり基地中心部に迫ってきてますので、このまま敵のモビルスーツ隊に攻撃を仕掛けていこうかなというふうに思います。ちょっと索敵撃つのもったいないような気もしますが、まあ、一当たりかけてみたいので、攻撃をしてみましょう。まあ、相手がね、まあ、所詮、ゴック、ザク、マリンタイプというのもあるので、ダブルゼータ、ジュドウ敵ではもちろんないと思います。あとは、ジュドウがね、いかにエネルギーを、補給しながら、補充しながら、継戦能力を維持して前進できるかというところに尽きると思いますので、まあ、しっかり、補給戦の確保ですね。これを、意図しながらやっていきましょう。報告します。ホワイトベースはジオン地上軍の攻撃を切り抜けました。ちょうど今ね、ジュドウがキャリフォルニアの突貫をかけているところですが、ホワイトベース隊がガルマを撃ち取ったという、まあ、原作史実通りの展開のイベント報告が入っています。で、少しずつマドラス基地からはですね、マフティ、バナージのガンダムチームを進出させています。まずは手始めにギャロップですね。これ、撃破していきます。まあ、そうこうしてるうちにバナージにもね、ガンダムも供給できると思うので、まあ、確実に前進をして、まあ、オデッサ反攻作戦に向けて準備を整えていこうという段取りを組んでいます。キャリフォルニア攻略戦です。柔道のダブルゼータ。まあ、ここ敵グフなんかは戦線に出てきてますね。まあ、ただ敵ではないと思いますので、まあ、撃破しながら基地中心部目指していきましょう。まあ、3機倒して次のターンでさらに3機倒すということで、攻撃ターンで3。これを繰り返し撃破していけば、まあなんとか基地中心部にたどり着けるかなという計算ですね。本当だったらここにね、ゼータガンダム、カミーユを導入するとさらに戦線的には楽になると思うんですけども、まあ、カミーユは今不利になっているトリントン基地に向かってもらっているので、まあ、ちょっとね、ここは柔道だけで頑張ってもらっているというところです。でも本当に単に攻略することだけを考えた場合は、まあ、トリントン基地に敵の雑魚を敵をね引きつけておけば、まあ、後々楽になるんですけども、まあ、今回はですねゼータとダブルゼータ両方投入しているというところもありますので、まあ、せっかくならということで、最終決戦、サイド3決戦までもつれるように、しっかりと、ここは敵部隊を撃破しながら進んでいくっていうね、ちょっとそういうプレイに挑戦をしています。北米におけるジオン地上軍の戦力低下によって、キャリフォルニアの攻略作戦、まさに今その途中ですが、ニューヨーク攻略作戦も来てますね。まあ、これはキャリフォルニアが、落ちてから攻略に取り掛かりたいと思いますので、まあ、今はね、キャリフォルニアの攻略に集中します。では、ここで各戦線ですね、戦況をご報告しておきたいと思います。まず、ルナ2ですけども、ここはトリハエーズの壁で、なんとかしのいでいます。まあ、ゲームの終盤ぐらいまではこの状態を維持しようというふうに思っています。地上電線ですけども、マドラス基地ですね、ここも、まあ、防衛戦を展開しつつですね、一部の部隊を使って、オデッサ基地攻略作戦のための、まあ、侵入経路で切り開くために前進をさせています。中国、北京に関してはもう防衛完了してます。一部の部隊残してますが、この後この部隊も解散して、ジャブローなり、まあ、ベルファストなりに送っていこうというところですね。そして、オーストラリアトリントン基地ですが、カミーユを派遣してあります。これで敵の攻撃部隊、攻略部隊をね、撃破していきましょう。ハワイですね。一部アンガイなんかが接近してきてますけども、これは十分防衛可能というふうに考えています。
まあ、こんなところですね。まあ、きついのはやっぱりここジャブローとルナ2ですね。敵の大部隊に取り囲まれているという状況です。まあ、再三お伝えしている通りですね。まあ、本当に攻略だけを単純に目指すのであれば、敵に取り囲まれている状態というのはむしろ、敵のね、生産力が落ちるので、歓迎すべき内容である部分はあるんですけども、今回はあえて、まあ、その、攻略しやすさ、簡単に、効率よく攻略しようっていうことはあまり考えずにですね、ガンダムオールスターチームの、まあ、魅力を存分にご覧いただきたいなというふうに思ってますので、まあ、そのあたりはご理解、ご承知おきいただければなというところです。ここはゼータガンダム、神湯です。まあ、ザクワン、まあ、あえて言いますが、ごときですよね。からもう最終決戦、まあ、それこそグラナダ、あるいはサイド3決戦なんかの時には、ジオも最新鋭機をどんどん投入してきてる中、まあ、ゼータ、ダブルゼータが躍動する。まあ、そういうね、シチュエーションご覧いただきたいなというふうに思っています。キャリフォルニアですが、これで攻略完了になります。続いてニューヨークですね。ここもまあ受動を送り込んでですね、突貫的に攻略完了していければいいかなというふうに思いますね。では、キャリフォルニアの攻略完了しまして、まあ、その他の拠点の攻防戦についても、戦況をお伝えした通りになっています。この後はニューヨーク攻略とですね、まあ、トリトン基地の防衛戦中心に行って、モビルスーツの量産体制を整えていきたいというふうに思っています。では今回はここまでさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。